皆さん、こんにちは。今日はさっき、アットコスミ東京に行って、いろいろ買ってきたので、その購入品、買ったものを紹介したいなと思います。約1万の買い物をしました。開けます。やっぱりまつげが、ちょっと抜けるのが嫌だし、ちょっとまつげをね、ちょっと、まつげパーマもやってるし、ちょっとまつげの痛みとかも気になるし、ちょっとまつげをね、大事にしたいなと思って、マスカラ用のメイク落としみたいなやつ。だから、普通にマスカラ以外のところは、まあ普通にクレンジング落として、ちょっとマスカラだけをこうやって、これで落とすらしい。なんかランキングに入ってたから買っちゃった。めっちゃいい。ちょっと使ってみます、今後。なるほど。まつげに負担をかけにくいリムバーらしいです。じゃじゃん。これ、使った時に、もうまつげが、自分のまつげじゃないぐらい伸びてたから、もう気になって、しかもウォータープルーフだし、上で簡単にオフできるらしいし、美容液も入ってるらしい。で次に、じゃじゃん。なんか最近すごく規則悪い生活をしてて、昨日も3時に寝ちゃったりとかして、なんか今日朝鏡見たらここら辺赤くなってて、本当に規則悪い生活するとすぐ肌に出てしまうので、ちょっとこれがちょっとレスキューということで、買っちゃいました。で次に、ずっと気になってた、シカシリーズのやつなんだけど、これは、ここが、ステップ1が、トナーエッセンス、トナー。を顔全体に塗った後軽く叩いて吸収させます。2、袋からステップ2シートマスクを取り出し、目と口の部分と顔の中心で位置合わせ、マスク2、マスクを肌に密着させます。約10分から20分置いてからシートマスクを取り外します。肌に残った美容液は優しくパッティングしながら馴染ませます。で、ステップ3が、ディープスリーピングマスクを顔に塗った後軽く叩いて吸収させます。翌朝ぬるま湯で流しますらしいです。わー、すごい。で、アットコスメになったから買っちゃいました。で、次に、このベレダのオイルは、引き締め効果があるボディクリームらしいです。これも使ってズボラな私にとっては。このブラシで、ヒップと太ももをのマッサージができるみたい。栄養とかもいろいろあったので、アットコスメに。その他もいろいろ気になるなと思いました。今後ね、ちょっといろいろ使ってみて、よかったらまたリピートしたいなって思います。最後は、もう、ラカ？これラカって読むのかなと。塗ってみます。ずっとね、ラカ気になってたんだよ。本当に。じゃん！こんな色味です。いい。これからなんか大活躍できそうな色味。なんか結構深い系の赤とか、オレンジとか、ヌード系もあったので。でも、よかった。初、ラカデビュー。ラカっていうのかな？ラカ？多分ラカだと思います。ラカかな？はい。こんな感じで他にもね、欲しい商品とかいっぱいあって。私今最近スクラブにハマってて、スクラブ、アットコスメでも使ったんですけど、あ、全然違う日にね。本当に1階から2階まであって、もう、プチプラからデパコスまで全部揃ってて、全6点、2、4、6、6点です。じゃあ、並べてみるとこんな感じ。そうですね、こんな感じです。じゃあ以上私のアットコスメ東京の入品紹介でした。またねー。